一昨日、大津地方裁判所におきまして、再稼働禁止の仮処分命令が出されました。到底承服できるものではございませんが、当社は決定に従い、稼働しておりました3号機は昨日、原子炉を停止し、今晩、いわゆる冷温停止状態とする予定でございます。当面、再稼働の見通しが立たない状態となりましたことから、やむを得ず、電気料金の値下げを見送ることといたしました。お客様には、東日本大震災以降、電気料金の値上げにより、大変なご迷惑をおかけしている中、今回の仮処分命令により、値下げを見送ることとなり、心からお詫び申し上げます。値下げの、実施でございますけれども、これまで申し上げておりますように、原子力発電所が再稼働した場合にはですね、その燃料費メリットをお返しすると約束しておりまして、まずは高浜3、4号機のですね、不服申し立てをいたしまして、仮処分の取り消しに全力を挙げまして、高浜3、4号機の取り消しをして、本格運転が実現すれば、値下げをしたいと考えてございますし。再稼働についての検討状況について現時点でですね、再々値上げということを考えてございません。値下げをしたいということで申し上げてですね、残念ながら申し訳なく値下げができなかったわけでございますので、申し訳ないつもりでいっぱいでございます。